質問は、私は分からないのに人に頼るところがある。これを、直していきたいと思うということでいいですか。はい。人に頼るってことはどういうこと、具体的にどういうことがあったんですか。そうですね、まあ、自分が分からないというか、それでて、そういう安心感が、自分では決められないというか、なんか安心感があるというか、自分では決められない、僕はちょっとよくわかりません。自分では決められないのならば、一つ一つお伺いを立てて、一つ一つ決めてもらって、一つ一つ行動すればいいじゃないですか。ね。自分では決められないっていうふうに言ってる人ほど、言ってる人ほど、自分では決められない、自分では決められないって本当に自覚していたら全部確認するじゃないですか。まあそれはそうなんですね。全部確認しますよ、一つ一つ全部確認してね、で行動していくじゃないですか。でも今生田さんは自分では決められないっていうふうに言っている、ね、決められないっていうふうにその言うってことはね、決められないっていうふうに言うってことは、その本当に思ってる、本当に思って決められないって本当に思ってたら、一つ一つ確認して自分の中で基準を作っていくはずなんです。どういう基準が正しいか、どういう基準が正しくないのか、ね、これは自分では決められないって言ってる人ほど多くの場合、ね、勝手に決めている、はい、勝手に決めているけど、それで勝手に決めているけど、勝手に決めているけど、それで、まあ、リンタロウかと不安とか、そういう不安なんで起きないじゃないですか、勝手に決めてることに対して。不安が起きるのはどうして、不安が起きるのは、まあ、分からない、分からない、不安が起きるのは分からないから不安が起きてるんだ。分からないんじゃなくて、なんで不安が起きる、なんで不安が起きる、なんで勝手に決めているのに不安が起きるの、それは勝手に決めたことに対して不安というか、別に自分自身でそう思ってしまうというのか、そうしてしまうというのか、勝手に決めているのに不安が起きるのは、それで問題が起きているから。
勝手に決めたことに対して行動して問題が起きるから、はい、だから勝手に決めたことに対して不安が起きる、また問題が起きるんじゃないか、うんね、また問題が起きるんじゃないかと、ね、不安が起きる、だからどうする、だから全部決められないって言って決めてもらえば問題は起きないんじゃないか、こういうふうになってる。まあそういうことになる。でここでね、人に頼ってるっていうのはどういうこと、人に頼るっていうかイコール分からないというところが自分の中で結構ね、どうしていいのか分からないというか、分からないんじゃないんですね、分からないんだったら全部聞けばいい、聞けばいいんだけど、分からなかったら、本当に分からなかったら全部聞けばいい、全部聞けばね、問題はない。だけど全部聞く人はどうなると思います？全部聞く人、全部、僕の知り合いで全部聞いた人がいた、全部、全部、全部です、本当に全部聞いた、一つ一つ全部聞いた、そしたらどうなる、不安なくなるし、もちろん安心。全部聞いたら、全部聞いたら、ね。問題なく自分で、つまり聞かなくてもできるようになった、うん、なんで聞く、聞くのは責任を人に押し付けたいから、うん、ね、人に頼るのは責任を人に押し付けたいから、問題が起きた時にその問題を、ね、私が決めたものことじゃないから私は関係ないって言いたいから、そうなりますね、ね、まず生田さんがならなければならない、生田さんが心がけなければならないことは何、心がけなければならないこと、なんか自分のすごく自分が決められなかったら確認するってことになる、うん、違う違う違う、伊藤さんは今どういう状態になってる、人に頼る、人に頼ってるんじゃなくて、人、任せにしてる、
一番の人任せにしてるのは何？責任です。責任を人に押し付けるために自分では決められない。自分で決めるってことは責任は？責任は取れますよね。自分で取る、はい、だけど生田さんは今までずっと勝手に決めていた、勝手に決めていたけど責任は責任がない、うん、責任ないと思ってたわけです。だからそこで問題が起きた時に責任が取れない。だから責任を取りたくないから、だからもう人に決めてもらおうっていうふうになった。だからまず生田さんがしなければならないことは、何？まあ一つずつ確認して、確認してる、うん、人に決めてもらったとしても責任は、あ、自分で頼む、そう、自分にあるってことなんです。例えば分かりやすければね、ね、人が、あ、シートベルトしなくていいよって言ってくれたとしますよね。それで事故に遭って怪我をしたら誰の責任？ね、自分ですね。そう、自分がその事故に遭ったね、怪我を受けていかなくちゃいけない、うんね、だから、ね、人が決めたとしても自分に責任があるわけ、自分が責任を取っていかなくちゃいけない。だからもうずっと生田さんの人生は責任を人に押し付けるために生きてるってこと。だから人に聞いてるはずなのに、その聞いたことを自分の中で、あ、こういう時はこうしたらいいんだって思ってないんです。責任はもう人にあるんだから、自分は人にお願いしてるんだから自分は責任を取らなくていいんだっていうふうになる。でも責任は人に決めてもらったとしても自分にあるんです。そこで問題が起きた時には、自分自身が対処していかなければならない。まずここですよね。ここが生田さんの中で変わらなければならないことなんです。だから我が強い、我が強いって言われるのは、ね、我が強いっていうのは多分勝手に決めているってことだと思う、ね、だから自分で決めずにちゃんと聞きなさいよ聞きなさいよ聞きなさいよって言われてるのに、ね、それを聞かずに勝手に自分で決めているから我が強いっていうふうに。だから決められないっていうふうに言いながら、いや結
構ね、勝手に決めてるんだと思ってます、いろんなこと、うん、で、我が強いっていうふうに言われるってことはね、勝手に決めていることに対してね、いや、それちょっと違うんじゃないのって言ったときに、ああ、本当そうですね、すいませんでしたってなってないってことです。自分で勝手に決めたことに関してはこれぐらいいいだろうっていうことで我を通すところがあるって。だからなんとなく言える人と言えない人が出てくる、ね、多分身近な人が生田さんに対してね、いや、これちょっと直した方がいいよっていうふうに軽い気持ちで言えないんだと思う、うん、本当に勝手に自分では決められないって思ってたとしたら、誰が言ったことであったとしても、ああ、この人はこう思うんだっていうことに素直に聞くはずなんです。でも自分では決められないっていうふうに言いながらね、この人の言ってることにだけは聞くってなってるんだ。本当に決められないってなったら、誰が言ってくれたことであったとしても、やっぱり心に留めて反省していかなくちゃいけないんだと。なぜかって言ったら、責任は自分にある。そう、自分にあるから、どんな人が注意してきたとしても、それを聞いていかなくちゃいけない。それが多分ね、僕の感じからすると、この人に対しては聞くけど、他の人に対しては聞かないところがある。いや、聞かないとは言わないまでも、なんとなく周りの人が生田さんに対して言えない雰囲気があるんじゃないかなと思うんです。言いにくい。そこが我が強いよって言われてるんだと思うんです。基本勝手に決めたいんです。だけど問題が起きるから、だから責任を取ってくれる人に対して、ね、決めてもらってそれに従えばいいんだっていう風になってる。でもあくまでも自分の人生の責任は誰が取らなくちゃ。自分自身。自分自身。そう、自分自身が取らなくちゃ。責任が全部自分にあると思うと、いつどんなことでミスをするかわからないじゃないですか。自分は、ね、何をしていいかわからないとなったら、そしたらやっぱりね、自分自身で勝手に、だから今はね、自分自身で勝手に決めているものがあるんだ。例えば誰かのお家に住むことになった時にね、例えばどんな服を持っていくかとか、制服を何枚にするかとか、そういうようなことについて ね、自分で勝手に決めてるわけ。これぐらいいいだろう、ね、そういうこと一つ一つも自分の中では ね、こういういわゆる自分では決められないっていうふうになってる人ほどね、その何が問題なのかって言ったら、基本がわからない。基本が、この基本がわからない。それが基本が分かってれば、その基本に合わせてやっていくだけなんです。この基本については最初わからないから、わからないから全部確認していくってことが大事なんです。例えば自分よりも常識のある人、自分よりも感覚のいい人に対して、ね、それは自分が、ね、一つ一つ確認するってことですよ。今からここに住むってなったら、服装はこれぐらいでいいですか、これぐらいいいですか、これぐらいいいですか。この何でも聞く姿勢が
何でも言ってもらえる姿勢になるわけですよ、これが生田さんが身につけなければならないことなんです。一部の人だけボーンと言ってもらえるんじゃなくてね、こういっちゃなんだけど、隣後ろにいる井上さんでもね、生田さん、いやここを直した方がいいですよと気軽に言える、そういう人に、人を目指していくことが大事なんです。だからもっと確認するんです。もっと確認するようにするし、もっと言ってもらえるようになるってこと。いや、分かりますよ本当に。でもそれができたらめちゃくちゃできる人間になります、本当に。これはね、全部聞いた人、僕が学院時代隣にいた人なんですよ。僕に対して全部聞いてきました。全部聞いてきた。あっという間に僕は抜かれました、本当に。すごく感覚がいいんです。全部確認する。でその人に対して気軽に、ね、何々さん、ここ直した方がいいですよ、ここ気をつけた方がいいですよ、言えるんです。それ言ったことです。はい、直しますみたいな感じでさらっと言ってくるんです。でその時はこう自分の方が先輩だからちょっと上な感じだったけど、だんだん見上げるようになっていったんです。それぐらいの気持ちね、それぐらい全部確認するぐらいの気持ちでいた方がいいし、確認できないことに関しては人に言ってもらえてね、ああ僕は間違ってたんだっていうことで直していけるようになったらいい。そこが生田さんの課題です。分かっていただきたいです。はい、はい、すみません、ありがとうございます。